皆様こんにちは。手編みのお店フース店主のゆかこです。今回は3月24日の金曜日のお昼12時から販売スタートする新しいキットと、あと新しい可愛いファクトリートたち、ちょっと新しいシリーズものも入ってます。今回はこの子たちをじっくり紹介していこうと思います。ぜひちょっと編みたいものとかお買い物の参考に見ていただけたら嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。ではまずはこちら、韓国糸ブリッジで編んだブランケットです。これがこんな糸なんですが、よいしょ、ブリッジ、韓国から輸入をしている糸で、ちょっとここから見えますかね、あの中綿が入ったちょっと細めのチャンキーヤンになります。はい、ですごく編みやすいです。あのこんな感じでこう編まれているような感じの糸のね形なんですが、あの棒針で編んだんですけども、全然引っかかりとかもなくザクザク編めます。はい、でこの子がサイズが約60cm×65cm のちょうど膝掛けぐらいの大きさで、ちょっと下に敷いたりとか結構ね厚みがあるので、マットとかにもいいかなと思ってます。でこの編み方すごく簡単なんですが、今回のキットは編み図付きのキットになるので、ちょっとねあのゆるニッティングでよく出している編み方動画は今回ちょっとご用意がないんですが、まあ、あの本当にすごく簡単な編み方なので、はい、あの編み図初心者さんでもあの本当に同じ繰り返しの編み方なので、多分編んでいただけるかなと思っております。あのちょっとね編み図でわからないところとかは、あのフースのカスタマーという問い合わせのインスタのねアカウントがあるんですが、そちらであの受け付けているのと、あのショップのフォームからでもちょっと何かねわからないことがあればいつでもご連絡いただければと思うので、はい、あの初心者さんにもぜひ挑戦していただきたいなと思う、こんなブランケットのキットです。でこちらがこのブリッジを6玉使ったので、6玉プラス編み図のお値段で、販売価格が税込みで7600円に、はい、なります。こちらの、ブランケットキット24日金曜日の12時から販売スタート予定です。では続いてここからはファクトリートをご紹介していきます。まずこの子はちょっとねすごくとろみがある糸なので、この子ねコーンからポロポロ取れやすいんですが、ミルキーちゃんという糸で、ポリエステル 100% の糸です。こんな感じ、すごく光沢が綺麗で、でこの子は2色展開で、オフホワイトとあときなり、ちょっとこうヴィンテージっぽい、なんかねいい感じの色あせた感じのね、ヴィンテージショップとかにいそうなレース編みの、ちょっとほんのり色づいてる色の2色展開になってます。で、本当にレース編みとかドイリーにすごくぴったりの糸で、ただすごくね大容量なんですよ。 100g 500m なので、去年私ワンピースをダイヤモンドケイトさんのダイヤコスト範囲で編んで、それを編むにはこの子3本あれば編める計算なんですが、はい、だいたい同じ感じで編めるので、よかったらこの子もチェックしてみてください。だいぶリーズナブルに編めるので、ちょっと気持ち細いかな、まあ、あの子もすごくアレンジしやすいので、またあのねアレンジ方法の動画も出してるので見ていただけたらなと思うんですが、はい、ミルキーちゃんね、もうこの子は私もちょっとこの子たっぷりあのね在庫もあるので、ちょっとビスチェとか編んでみたいなと思ったりしてるんですが、はい、せっかくなのでね大容量なのでウェア行ってみたいなと思うんですが、ドイリーとかマットとか、まあ、あのレス編み好きさんにはもうぴったりの糸かなと思うので、すごくお得です。 100g 1500円です、この子。はい、で販売予定なのでぜひチェックしてみてください。続きまして、これがマルメちゃんというコットン 50% アクリル 50% の糸です。これがねちょっとガーゼっぽい感じの、こう折られてるというか、まあ、編まれてる糸なんですけど、形状は平面みたいな感じ、本当にガーゼっぽいんですけど、こんな平面っぽい感じの
形状になってます。で、この子も中がね、こんな感じでチューブっぽくなってて、すごくこう、なんでしょう、肌触りはいいし、柔らかいし、編みやすい糸になってます。浜中さんのエジプトテープにちょっと近いかな、もうちょっとこっちの方が太めかなという感じなんですが、もうこの子も、まあ、テープ状なのでドライブ編みとかはすごくおすすめなんですが、この子も3本4本ぐらいあったら多分ベストとかトップスが編めるかなと思うので、ウェアにもめちゃくちゃおすすめです。すごくサラッとしてて、透かし編みとかネット編みとかで編んでも可愛いかなと思ってます。はい、あと、ね、もちろん小物にもすごくおすすめなので、マルメちゃんですね。はい、この子は100g 230m で税込み2200円で販売予定です。この子はちょっと在庫ある限りなんですが、結構たっぷりめかな、はい、入ってるのでぜひチェックしてみてください。今、よいしょ、ちょっと編んでるものがあるんですが、この子が、コロンちゃんです。すごくまた変わった形状なんですよ。こういう風にポコポコ、こうリボン状になってる糸で、編むのはもちろん、ちょっとラッピングとかで使うのもすごく可愛いなと思ってるんですが、このね、ポコポコがよーく見るとうっすらきなり、で、白。うっすらきなり白っていうのがね、交互に続いてる糸で、すごく可愛いんです。もう多分、フース好きの方はお好きな色かなと思うんですが、はい。で、私は、この子を、ちょっとさっき言ってたね、ワンピースの糸なんですが、ダイヤコスタファインと引き揃えて、今ちょっとヘアバンドを編んでます。本当はね、ちょっとこの動画までに完成させたかったんですが、すいません、ちょっと間に合わなくて。でもこの子も動画を出す予定なので、リリースまでに作りたいなと思ってるんですが、もうすごく簡単な編み方で、棒針で編んでます。で、まあ、引き揃えをしてるんですが、やっぱり、ちょっと、糸自体ね、ユニークで、少し目が見づらいところがあるので、あと目もね、どうしてもちょっとポコポコしてる分、目が揃いにくいのがあるので、個人的にはこう何かと引き揃えるのはおすすめです。それこそさっきのちょっとミルキーちゃんとかね、こんな感じのまっすぐした糸を引き揃えると、すごく目が揃うのと編みやすくなるので、もう格段に編みやすくなるので、この子はどっちかというと引き揃えがおすすめです。はい。で、鍵でも棒でも編めたんですが、個人的には棒の方が可愛いかなという印象でした。はい。いろいろ試していただけたらと思います。はい、コロンちゃんです。この子も、100g、190m で税込み2200円です。はい、で販売予定ですという感じで、ヘアバンドもぜひ楽しみにお待ちください。で、最後にちょっとね、今回から皆様にインスタの方ではもうなんか匂わせに匂わせていた、はい、以前ね、今だけコットンっていうすごく 100g 1100円のリーズナブルラインを出してたんですが、当時はもう在庫限りの糸が多くて、それでちょっとね、リーズナブルに出せるというのでシリーズで出してたんですが、本当に人気をいただいてて、もう結構在庫がこっそりなくなってしまって、まあ冬の間ちょっと出せずにいたんですが、まあそこからちょっとずっとね探したり企画はしていて、今回ついにスタンダードコットンシリーズということで、いろんなベーシックなコットンの糸を、全部 100g 1100円で出していくシリーズをスタートします。イエイ。というわけで、ちょっとね、これ、まだテストでラベル作ったので、すいません。この下の情報はちょっと、借り入れしてるので、これではないんですが、まあ、このスタンダードコットンっていうシリーズ、まず、この24日の金曜日に販売スタートするのが、先に上がってきた、ソフト、スタンダードコットンのソフトちゃんという、そんなね、コットンのちょっと、軽く甘く寄っている糸で、このね、毛足がすごいふわふわっと心地よいので、
なんだろうな、ブランケットとか、ちょっとインテリア小物にも可愛いかなと思ってるんですが、はい、この子ね、今出てるふわふわとちょっと形状が似てます。ただふわふわよりはだいぶこっちのが細いですね。はい、スタンダードコットンのソフトということ。この子はもうこの一色になります。きなり一色になります。で、スタンダードコットンのベーシック。これはもう本当にベーシックなコットン糸で、今回このミント色が先に上がってきたので、一番最初デビューはミント色になるんですが、その他、ベーシックなね、お色も含めて、6色かな。6色ご用意してます。はい。で、あと、この後、スタンダードシリーズ、スタンダードコットンシリーズ、もう一つ結構太めのコットン糸も出ます。はい。それは3色展開で出るんですが、まあ、今回のこのベーシックちゃんは、まずミント色から販売をスタートします。ちょっとね、徐々に染色をしてもらっているので、もうね、販売スタートを待ちきれず、とりあえず最初に入ってきた子からもうどんどん出していこうということになり、今回はミント色からスタートします。あとね、他の色も本当に使いやすいお色で、で、私が一応、ね、チェックというか、この色でお願いしますっていう感じで、ちょっとね、選ばせていただいてるので、ものすごく使いやすい色がメインになってるので、ぜひ今後も楽しみにしていただけたらと思います。はい、というわけで、ザザザとご紹介をしていきましたが、いかがでしたでしょうか。今回もめちゃくちゃ可愛い子たちが入りますので、ぜひ皆さん販売スタートまであれこれ妄想を楽しみながらお待ちいただけたらと思います。私もちょっとリリースには間に合わなかったんですが、ちょっと追いかけながらいろいろ編んでいきたいなと思っているので、ぜひインスタの投稿なども楽しみに見ていただけたら嬉しいです。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。